接一下机器，请稍等。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、長山さんから。也问一个技术问题，您之前有跟我们说希望我戴耳机，是因为怕 echo， 怕回音。 那我现在是没有戴耳机，不过没有回音吧，应该还好吧。哦，この間連絡するときはなんかイヤホンをつけてほしいというあの要求があったんですけれども、今は大丈夫ですか？今全然なんか回り込みとかないですかね？こっちの声。基本的には回ってる気はしないんですが。であれば大丈夫。あ、应该没有问题。我们这边也没有什么问题。嗯，那就好。大丈夫ですか？そうですね。はい。 请稍等一下啊，啊，我呢，ちょっと通訳しながらのお話になるので、30秒ぐらいでちょっと一回止めていただいて、ちょっと通訳して、で、もう一度お話しいただくっていう流れでやらせていただければと思いますが、大丈夫でしょうか？啊，是这样的，因为这一次我们是通过翻译，不是同声传译来进行采访的，所以说呢，我们就是希望在30秒。 做一个停顿，然后我们翻译了以后呢，然后再继续，可以吗？当然，两边的翻译都是您翻译吗？对对对。好的，没问题。那我就等你翻到一个段落，我再讲下一句话。就是我们请您讲30秒钟以后就能停下来，然后我讲。没问题，我会，我准备一个码表在这儿，按个30秒。 あ、ちゃんと30秒で止めます。あ、棒打つ。ありがとうございます。谢谢您。じゃあすいません、カメラ回させていただければと。あ、那我们现在就开始拍摄了。はい。はい。じゃあ中山さんから。はい。首先由我们的中山来向您提问。はい。じゃあまずちょっと簡単に。はい。中山さんまで3、2。 さあ、ということでございまして、本日はですね、この方に登場していただきます。デジタル担当大臣であります、オードリー・タンさんです。よろしくお願いします。那么今天呢，我们是特意请来了台湾的数位大臣，唐伟元。现在呢，我们来表示热烈的欢迎。 バーチャルで皆さんとお会いできてとても嬉しいです。今はオンラインで、お会いできているんですけれども、日本のおかげで、ワクチンの、寄贈がありましたので、そのおかげで私は2回目の、ワクチンの接種はもうすぐできますので、それが終わったら、もう日本に行くことができますので、楽しみにしております。その時はぜひともお待ちしております。那个时候我们等待您的来访。没问题，希望很快。もうすぐ実現できるといいですね。はい。 ご視聴ありがとうございました。まずは早速なんですけれども、新型コロナウイルスに関しまして、感染者の封じ込みに見事に成功なさった台湾なんですが、 5月、6月にかけまして感染者がですね、1万人以上急増してしまったこの現状、どう捉えていらっしゃいますでしょうか。首先呢，我们想问一下，就是因为台湾在抗击新冠病毒的工作方面呢，一直都做得非常的出色，但是呢，在最近的5月到6月期间呢，就是感染者呢达到了10000人以上，就是增加的比较快。我们想请问一下，现状是怎么一个情况呢？ 虽然增加的是很快，但是减少的速度呢也是非常快。在最近的一个星期左右，每天大概是100人左右确诊呢。那目前趋势还是往下。
増えれるのも非常に急増してるんですけれども、はい、でも減少するスピードも速くなっています。最近は100人余り増えているんですけれども、少しずつ減っています。うん、まさにこの1ヶ月の封じ込めの速さというのは本当にすごいですね。那么我们觉得就是在这个短短的一个月之间，你们就做到了能够把这个人数控制下来，我们觉得非常的了不起。主要还是大家配合了，因为我们并没有使用像封城这样的做法，所有的生产活动都还是继续的，所以这个情况下确实要靠九成以上的人哦，都戴上口罩、勤洗手等等。それはやっぱり市民の協力のおかげだと思います。私たちはロックダウンとか仕事とか学校とか生活はあんまり制限はしていません。それはやっぱり9割以上の人はマスクをして、そしてちゃんと手洗いをすることを徹底するしているおかげだと思います。なるほど。やはり政府の発信に対してこの市民の皆さんの協力がなくしてはこの数字は成立しないということですね。也就是说，不管是政府做出了什么样的决定，如果没有市民的配合的话，这个数值也是不可能实现的，对吗？当然是这样。在台湾，我们相信只有相信人民，那人民可能才会相信政府的任何的做法。如果政府不相信人民的话，那其实怎么样子都不可能长久的维持任何防疫的手段的。もちろんです。やっぱり政府は市民のことを信じないと、市民は政府のことも信じてくれないと思います。たとえいろんな政府からいろんなやり方を出しても、市民の協力がないと信じてくれないと、その貿易の成功もないと思います。はい、やはりこれまでもですね、政府の透明性っていうのが台湾というのは素晴らしいなと思ったんですね。それはその毎日の会見であったり、市民の声をですね反映して、その男の子がピンクのマスクをつけて学校に行きたくないっていう話の時に、翌日に政府の皆さんがピンクのマスクをしたっていうケースがありました。ああいったことでの迅速な対応っていう、市民を安心させてくれるっていうのが素晴らしいですね。的确是这样的，我们也感觉到了，就是政府的透明度是非常高的，比如说政府每一天都举行记者招待会，另外呢就是也反映了市民的很多的意见。另外呢，我们也听说了，就是有一个男孩子，关于他的粉红色的口罩的事情，因为他提出了这个问题以后呢，政府呢做出了很迅速的反应。第二天的时候呢，政府官员就带着粉色的口罩来进行记者招待会，所以说这个迅速的反应是非常重要的，是吗？是这样，那是去年四月的事情了。基本上任何人都可以打电话到一个免费的叫1922的这样一个地方去回报新的状态，所以不管是粉红色的口罩啊，后来的这个彩虹的口罩啊，或者是我们最近的记者招待会上面，指挥官有带这个请保持距离，把口罩戴好啊、keep and stay alert 这样子的口罩，那都可以发现说，口罩已经变成一个交换防疫讯息的一个功能了。そうですね。先ほどの言ったピンクのマスクのことは去年4月のことでした。今は誰でもフリーダイヤルのホットライン1922に電話すれば、最新の状態とか問題が何か問題があるのかを直接話しすることができます。今はピンクのマスクだけじゃなくて、虹色のマスクとか、先ほどの見せてくださった距離を保ちましょう、マスクをちゃんとしましょうというメッセージの書いているマスクもどんどん出てきているので、マスクはすでにもう情報交換の一つの手段になっています。ね、とてもいいアイデアだと思います。我们觉得有非常好的一些 很好的创意啊。对，这叫社会创新嘛，就是不是只有政府可以做新的事情，任何民间的任何人，这叫众人之事，众人助之，就是大家的事情，大家都可以创新。
そうですね。これはやっぱり市民たちの民間人たちの力ですね。ただ政府の力ではないです。やっぱり民間人の助けがないと何もできないです。まさにそういった発信を正確にやられているということが、やっぱり市民の安全といいますか、まあ、安心につながっているんだと思いますね。的确是这样的，因为就是说政府呢，你们的做法非常的正确，所以说呢，让市民也非常的安心，能够很安心的来生活。对，一方面是安心呢，另外一方面是省力嘛。那像在台湾，我们从去年发放一个叫做振兴三倍券呢，就是一个促进消费的手段的时候，我们就发明了它不用去填任何的书表，就可以直接从提款机提出来，或直接汇到他的户头。那像现在在这一个月里面，需要在家带小孩的父母们，我们每一个小孩给他的父母1万元的新台币，那他也可以就从提款机直接领，或者输入他的账号，然后直接汇到他的户头。那像这样子的做法，在非常短的时间，可能1星期左右吧，就有可能大概200万左右的家庭收到了这样的补贴，完全没有做任何纸本的作业。そうですね。一つは安心なんですけれども、もう一つはとても便利ですね。例えば去年は台湾は新興三倍券という消費券を発行しました。その消費券は何にも書類の記入はいらないんです。直接 ATM から取り出すことができますし、あるいは自分の口座番号を教えてくれれば直接振り込むこともできます。あとは最近は子供を持つ家庭に対して1万台湾ドルの支給がありました。それも同じように ATM から直接取り出すとか、通帳口座を通して直接振り込みという形になったんです。なので1週間の間に200万ぐらいの家庭がスムーズにこのお金をもらうことができました。そういったスピード感であったり、そのスムーズさがね、本当にですね、我々は本当にすごいなって改めて感じるんですけれども、これまでも開発されたですね、アプリでマスクの供給、ああいったことも実現させましたし、今新たにですね、オードリーさんが取り組んでいらっしゃることってありますか？的确是这样的，我们也深深的感到了，就是你们的迅速和顺利的进行这些事情的这个。能力，比如说，去年的时候呢，你们开发出了就是 APP 呢，是有关于口罩的 APP，实现了非常顺畅的口罩的发放。那么现在呢，唐委员，您在做一些什么比较新的开发呢？去年的关于口罩地图等等啊，它最好的地方就是我们政府只提供 API，就是给机器可以看得到的一些标准。但是这些 APP 其实都是市民自己去开发的，有超过100个不同的口罩的地图的呈现的方式。您先翻这一段。好的。そうですね。去年は政府やったことは、ただAPI の供給を提供したんですね。具体的な APP の開発とかは民間の方がやっていました。100以上のマスクのマスクマップの利用の仕方がありました。所以，像最近1个月前，我们就设计了一款，让任何的店家都可以在他的门口印出 QR code，而这个 QR code 呢，任何的 APP 都可以扫描它。为什么呢？因为扫描之后，就是直接送出一个简讯到免费的1922的这个号码，就可以完成我们叫 check in 嘛，实际联络的一个动作。那有意思的就是说，因为我们不是设计一个 APP，任何人，包含像日本有一个叫 LINE 的通讯软体，它里面有一个加朋友的扫描功能，最近也开始支援了这个1922的简讯实联制哦，就是 check in 的 SMS 的系统。そうですね。特に最近はやっていることは、SNS
SMS の実現性を実現したんですね。はい、皆さんはお店に入る前に QR コードを読み込んで、そして画面上には1922宛てのショートメールの画面が出てくるんですね。うん、それを送信ボタンを押すだけで1922に自分の情報を送ることができます。うん、つまり実際にチェックインという手続きはすぐにできます。うん、あとは日本もよくご存知だと思う LINE の APP も最近は1922の機能を追加されました。うん、这个制度就是去年的口罩实名制的这些民间部门的朋友啊，叫做 G0V 啊，临时政府一起发想的。从他们想到实作出来，这次只花了3天。3天之后呢，到现在大概1个月左右的时间，已经接近4亿则的这样的简讯被非常顺利的发送出来。それもやっぱり民間の ガブセロという民間の団体が作った開発した APP なんです。例えば今回 の, UR コードの読み込み の, APP も、この団体がガブゼロが3日間の間でうまく開発ができて、1ヶ月間の間で4億 の, ダウンロード送信がありました。すごいですね。今まで不 是, 不是 APP 一套制度还是说一下就是说您刚翻译是 APP 但是这一套制度的特色就是它不是先ほどAPP と言ったんですけれども、うん、それはAPP じゃなくて実連制という制度です。うん、它只是 QR コード一套標準じゃん。QR コードに関する実連制度です。うん、これまで紙に書いていたものが、QR コードでできるようになったというこれスピーディーになったということですよね。也就是以前呢都需要在纸张上填写内容的东西呢，现在通过 UR 这个码就可以执行，所以说呢这个时间上呢就增快了很多，是吗？是这样。那甚至是很多老人家他不习惯去用手机上的照相机来扫码，或者是他的手机翻盖式的根本就没有后镜头，即使是这样他只要把那15个数字手动放到他的简讯的发送程式送到1922，哎，也可以完成这样子的记录。例えばお年寄りの方はあんまりスマートフォンを使いたくないとか、あるいはスマートフォンを持っていない方は読み込み機能のない携帯を使っている方も SMS でお店の専用の数字を入力するだけで今どこにいるのかの情報も送信することができます。スピーディーに、ね、なった反面ですけれども、いわゆる個人情報という部分で言いますと、国民からのその反応というのはいかがでしょうかね。行動履歴が全部分かってしまうということもありますよね。也就是说，虽然就是各方面呢都变得非常的迅速了，那么就说对于个人信息这方面，市民是怎么反应的呢？他们有没有反应？就是他们的行动的就是踪迹都被暴露出去了，有没有这方面的反应呢？当然，一方面我们在设计的时候就确保说，它只能够传送到它的电信公司，而不是传送到什么别的软体的开发者。那如果呢，一个人相信他旁边的店家多于他相信他的电信公司的话，那么他还是可以用纸本。纸本也不一定要用笔写，也有人刻个连续章，用印章的方式。所以我们在推出这些数位方式的时候，它不是取代掉本来的系统，它是给对于本来这套纸本，如果你对它有所疑虑，觉得可能会被后面的人看到啊之类的情况下，多一种来处理的方法。我想确认一下，那个印章是怎么回事？对，我们就是实联制，如果是纸本的话，那因为手写像刚刚主持人说的比较麻烦，所以现在也有很多老人家，那或者是甚至比较视力有障碍的一些朋友，他们就会刻个自己的联络电话跟自己的称呼的这样的一个连续的印章，那他需要登记的时候就这样盖上去，这也是一个办法，不一定要用简讯的。
そうですね、先ほどの言ったあの個人情報のことなんですけれども、うん、私たちもあの最初あのデザインする時もあの、うん、ちゃんと考えました、うん、その個人情報はあの携帯電話 の、 あの電信会社だけがあの持っているんです、うん、あの第三者にあの公開することはありません、うん、もしあの自分 の、 あの携帯 の、 あの通信あの会社を信じていなくて、うん、やっぱりお店でやりたいあの紙でやりたい、うん、書きたいという方だったらあのそれでもあの本当にあの店に行ってでもその場合はあの別にあの本当に紙に書くんじゃなくて、うん、例えばあの書くのが面倒くさいとか、うん、あと目の不自由な方の、うん、あのいる場合はその場合はあの自分 の、 あの個人情報とか、うん、あ、 のあるあの印鑑にあの刻んでその印鑑だけをあの押せばあのその代わりになります。なので私たちはあの新しい方法を押し付けるんじゃなくてただあの新しい方法ありますよということをみんなに提供しています、うん。本当にそれも素晴らしい発想だと思います。こうしなさいという決めつけではないんだということが改めて分かるわけですけれども、と同時にですね、あのワクチン接種の状況今、こういったこともアプリで今開発なさっている真っ只中だと思うんですけれども、今、ワクチン接種の状況というのはいかがでしょうかね。另外就是这个接种方面预防接种方面呢我们也就是想了解一下这方面的情况现在现状是怎么样的呢。是我们的预防接种在我自己第一剂施打的时候，也就是四月中的时候，那个时候我要说服我的同事或我的朋友去施打，他们都没有什么意愿，因为四月中干脆就没有什么疫情。你要不要先翻译这一段？嗯，好的。そうですね、あの例えば私は1回目の接種はあの4月の中旬頃でしたね、うん、その時は私は自分の友達とかあの知り合いにあの接種しなさいとかしましょうとかあの勧めた時はあの友達はみんな あまりそういう意欲がないです、というのはその当時はほとんど感染者はゼロでしたので、うん。但是现在当然大家疫苗施打的意愿大幅的增加了，那也是非常感谢先是日本，那接下来美国等等都对我们做了一些疫苗的赠送，所以我们在现在的施打的比率就比之前我四月中的时候要高出了不知道多少。那我们的很多地方政府也参考了日本叫与美町的一个地方的施打的方法，所以长辈老人家坐着不要动，然后是医生坐在一个会动有轮子的椅子上面来动，然后这样子就可以一下子施打非常多的长辈。目前我们的疫苗大概足够把65岁以上的长辈都可以施打完，大概7月1号就会开始这方面的接种。哦，于美丁我想问一下 是 哪几个字。乌米就是于美，是于美丁是日本的一个地方。宇宙的宇，美丽的美。嗯嗯，乌米丁。嗯。そうですね、やっぱり最近は接種率は大幅にアップしました、うん、それもやっぱり日本とか、うん、アメリカから の、 ワクチン の、 寄贈があったおかげだと思います、うんうん、あとは台湾も日本 の、 海町というところのやり方を参考にして、うん、お年寄りはもう座ったままでいいんですけれども、はい、接種 の、 スタッフたちが注射するスタッフたちが何か一つ の、 移動する措置の上に座って回って皆さんに接種しているそうです、うん、それも私たちも参考して真似しています、うん、ですので今持っているワクチンはだいたい65歳以上のお年寄りはもう満足できます、うん、こういう作業も7月1日から進めていくつもりです、うん。なるほど。と同時にそのワクチン予約のですね、アプリの今開発中というお話を伺ったんですけども、今現状いかがでしょうか。另外呢，我们也听说了，就是台湾呢也正在做就是疫苗预约接种预约的APP 的开发。我们也想问一下，现状是到了一个什么地步呢？
其实这个也不是一个新的 APP，我们很少开发新的 APP。我们这个就是跟口罩的预订一样，它是可以拿着我们的健康保险证，就是健保卡，到便利商店、到药局、到卫生所都可以进行预约。那么除了这个之外，网站或者本来就有的一个 APP 叫健保快易通健康保险的 APP 也可以用来预约。这套系统目前已经设计完成。私たちは特に新しい APP は開発しておりません。ワクチン接種の予約の APP もマスクの APP を利用して、そして皆さんは健康保険証を持って予約はできます。例えばコンビニとか薬局へ行って予約することもできます。これもマスクとは全く同じです。あとは APP だけじゃなくて、ホームページにも憲法、台湾の憲法開立というプラットフォームに入って予約も可能になっています。なるほど。いわゆるオードリーさん、あれですよね、やっぱり民間企業とのやっぱ協力体制が整っているということですよね。那么也就是说，政府跟民间的企业的或者是团体的，他们的协作关系是非常的顺畅的，是吗？确实是如此，就像刚才提到的四个主要的便利商店加在一起，大概12000多个不同的柜台，都可以看成是类似我刚才提到自动提款机就可以领到儿童、孩童家庭的防疫补贴那样子，等于是把民间的这些设备也变成公共服务递送的管道。そうですね。やっぱり民間の協力が必要なんですね。例えば4つの台湾には4つの大手のコンビニがありまして、そのコンビニには1万2000以上のカウンターがあります。こういうカウンターはまさに先ほど紹介した家庭への手当は ATM から直接取り出すことができるように、皆さんもこういうカウンターで便利に予防接種の予約も可能になります。不过，因为65岁以上的长辈，其实他们的时间比较灵活，比较没有请假的问题，因为大部分都退休了嘛，所以目前呢，县市政府大概还是采取通知的方式是比较多的，也就是说，直接告诉他们，住在这个区域的长辈在哪一天的什么时候，在什么地方就可以完成大规模的接种，所以这些长辈目前并没有用我们刚才所讲的预约系统，这个预约系统是等之后不。分年龄年轻人的时候就可以使用。先ほど紹介した APP とかいろんな方法なんですけれども、今65歳以上の方々はやっぱり時間の余裕がありますね。仕事を持っていないですので、そういうお年寄りに対してはやっぱり政府からお知らせという形で直接この地域の方はいつどこで大規模な接種ありますよというお知らせを出して、という形でやっています。先ほど紹介した予約のシステムは、やっぱりこれからは予防接種をオープンした後の若者たちに向けて開発したものです。なるほど。そしてですね、日本もですね、高齢者の、ワクチン接種は順調に、比較的いってるんですけれども、若い人にこれから移行する中でですね、その副反応に関しての、やはりその皆さん問題、やっぱり疑問点を持ってしまっていてですね、なかなかその辺のところが躊躇される方もいるんですけども、台湾ではいかがですかね。的确是这样的。日本呢也比较有也有那个相同之处，比如说我们国家的年纪大的，他们的接种呢现在进行的算是比较顺利的。那么接下来呢就要进行年轻人的接种了。那么年轻人呢，很多人呢他们是比较担心有副作用的。那么这个副作用方面，日本台湾的方面是有没有就说出现这方面的担心呢？是。
在台湾的情况比较不一样的是说，之后如果年轻人可以大量的接种的话，那么在我们的预约系统上面，他选择的预约的地方，同时也会显示出他的疫苗的厂牌。所以，如果这一位年轻人他现在觉得附近的某个厂牌比另外一个厂牌好，他是可以选择的，或者他想要再等到别的厂牌出现，那他这个星期也许就先不预约，都是很自由的。そうですね。ただやっぱり日本と違っているところは、これから若者向けの接種始まっても、若者たちは予約システムを利用して予約をする場合は、どこで、この近くの接種の場合は、どのメーカーのワクチンなのかは明示されています。なので、もしこの人たちはこのメーカーはあまりちょっと心配しているとか、そういう場合はやめることができます。そしたらやっぱり他のメーカーのワクチンが欲しいとか、そういう場合はそういうブランドのワクチンを接種している場所へ行けばいいんです。なので皆さんは選択することができますので、あと今やらなくても、やっぱりこれからのワクチンを待ちたいとか、そういう人たちも自由に決められます。なる因ほ为只ど。要有充足的疫苗的，不好意思，只要有充足的疫苗的供应，那只要在社会上面，有赖，例如像70%左右、75%左右的人，他有施打的意愿，那么就算我们不勉强另外25%的人，我们也可以形成群体的免疫。そうですね。もしワクチンは足りてて、そのうちの全員の75%とか70%の方が接種を受ける意欲あれば、たとえ残りの30%とか25%の方が受けなくても、台湾は集団免疫を実現できます。となりますと、台湾は、接種の数としますと、70%から80%ぐらいが目標になってくるということでしょうか。也就是我们可以理解为，就是台湾现在的计划就是70%到80%左右的接种率吗？是这个目标吗？当然，以目前的疫苗的有效性来计算的话，需要达到大概这个目标才能够形成比较完整的群体免疫。如果比这个目标高，那当然更好。那当然，我们也理解到未来说不定出现变种病毒等等，那这个百分比可能也会调整。そうですね。今のところはワクチンの有効性を見て、やっぱりこれぐらいのパーセンテージがないと集団免疫は実現できないと思います。でもこれからやっぱり状況変わって、変異株とか現れたら、その時はまたパーセンテージも変わるかもしれないです。なるほど。日本でもですね、ワクチンの方が、ちょっと急速にですね、今ですね、進めてはいるんですけども、ちょっと数の問題が出たりなんかして、これからちょっと問題になってくるのはですね、交差接種だと思うんですね。同じメーカーのものじゃない、違うメーカーのものを打つっていうことに関して、台湾の方はどういうふうに捉えていかれるんでしょうかね。1回目と2回目のワクチンが変わるという交差接種ですね。違う、1メー回目カと、ー、モデルナとかファイザーっていう、ファイザーじゃなくてモデルナ、ファイザーとか、そういったこともこれから話題にはなってくると思うんですけれども、台湾はそういったことに対してどう対応していくのかなというのをお聞かせ願いたいと思います。是这样的。因为呢，日本呢现在就是在接种方面呢也是在比较的着急。那么呢就存在一个问题，比如说第一次接种和第二次接种，它的那个厂牌是不一样的。那么台湾有没有这方面的一些考虑呢？是，我们目前因为还是只有 AZ 跟 Moderna 两种，所以目前我们是没有开放混合的施打。好比像说我第一剂是 AZ 的话，我接下来就是也是施打 AZ，而且是刚才特别感谢过日本送台湾的这批 AZ 哦。那至于混打的研究，我想全世界都持续的在进行，只是说我们现在混打的急迫性比较没有那么高。那目前我们还是采取同一厂牌施打的策略。
そうですね。今の台湾の現状では、2種類は接種は可能なんですけれども、1つはAZ ですね。日本からご寄贈の、あったものなんですけれども、もう1つはモデルナなんですけれども、原則としてはやっぱり同じメーカーのものを1回目と2回目を接種するようにしています。というのはやっぱり数的には、あとは緊急性的にはそういう交差接種の必要がまだないです。なるほど、ありがとうございます。今後の収束の見通し、今、台湾デジタル担当大臣として、今後の取り組み、何かお考えありますでしょうか。那么作为数位大臣，对于以后就是如何把这个疫情让它平息下来，您是有什么考虑吗？是。我觉得在这一次台湾，刚才您提到一个很重要的一点，就是民间的创新、民间的创意怎么样子进入政府的流程当中。那这个呢，在传统上面，不管是采购的法律，或者是政府的组织的编制等等，往往让民间的创意在这种紧急的时候才比较容易进来哦。那但是当疫情缓和下来，我们要怎么样持续的跟民间这样子进行创意呢？这个就很重要。そうですね。先ほどおっしゃった通り、やっぱり民間のアイディアとか非常に大事なんですね。普通だったら民間の人は政府の政策作りのプロセスとか、ワクチンの購入のプロセスに参入することは全くできないです。それはできるのはやっぱり緊急事態なので入りやすいです。これからは事態は落ち着いていくと、どうやってこういう取り組みを継続していくのは問題です。なるほど、ありがとうございます。谢谢你。踊さん、日本は間もなくオリンピックをね、今控えてるわけなんですけども、今日本がやるべきことといったら何でしょうかね、できることといいましたら。另外呢，我们就想请问一下，因为我们马上也要举行奥运会了，那么作为日本来说，我们有什么应该做的或者是能做的事情吗？这个我这个人就是不懂的，会很老实的说不懂。我从小时候可能因为身体比较虚弱，就从来没有参与过或者看这些职业的奥林匹克等等的运动会，所以我到目前为止对于奥运还是没有什么了解。大変申し訳ありませんが、私は知らないことは知らないと言います。私は小さい頃から体が弱くて、あんまり運動もしなかったんですし、あんまりプロの試合とかも観戦したこともありません。なので、オリンピックに対してはあんまり認識がありませんので、ちょっと自分からは何もないです。失礼しました。在此之前的每一场奥运，不管现场还是看转播，我都完全没有经验，所以东京奥运会变成我第一个关心到的这个奥运会，所以我不敢讲能够指导任何事情。なので、今までは本当にオリンピックに対しては、私一度も現場へ行ったり、テレビ中継を見たり、そういう経験はありませんでした。今回の東京オリンピックは私の初めてのオリンピックに対する関心を持っているところなんです。なので、私からは何もアドバイスすることはありません。じゃあ、ぜひともご覧いただきたいと思います。那么我们非常的欢迎您，一定要观看奥林匹克的比赛。没问题，这回是我第一次看。今回は私初めてオリンピックを観戦します。ありがとうございます。谢谢你。さあ、それでちょっとですね、パーソナルなお話をいろいろと伺いたいと思いますけども、よろしいでしょうか。那么接下来呢，我们可能要问一些您的个人的一些私人的问题，可以吗？没有问题啊。大丈夫です。どうぞ。オードリーさんといいますと、史上最年少で、35歳の若さでデジタル担当大臣ということに抜擢されたわけですけども、コンピューターに関してはいつからやってらっしゃったんですか？因为我们也知道，就是唐委员是35岁的时候，这么年轻的时候呢，就被提拔为了数位担当大臣。那么我们想知道一下，您是从什么时候开始用电脑的呢？
我是8岁开始程式设计。我开始程式设计是在纸上哦，用笔来写程式。那这样子过了几个星期之后，才碰到我的第一台个人电脑。私は8歳の時は初めてコンピューターじゃなくてプログラミングを書きました。もう8歳でプログラミングを書いてたわけですか？ただ最初私紙とペンで書きました。コンピューターがありませんでしたので、その何週間後は初めてパソコンを買ってもらいました。わあ、初めてパソコンを手にした時のその感動といいますか、どんな思い出がございます？那么您在第一次接触那个电脑的时候，是不是非常的高兴，非常的激动呢？当时因为我已经在纸笔上面用就是手写程式，已经模拟过电脑的运作了，所以第一次碰到电脑的时候，主要还是很高兴，说以后不用用手动计算那么多事情。因为我虽然对数学很有兴趣，对算术是很没有耐心的。そうですね。でもパソコンを買ってもらう前に、私はもうすでに紙にプログラミングを書きましたので、パソコンが入ってきて、私は一番嬉しいのは、計算は自分で手動でしなくていいことです。というのは、私数学にはとても興味を持っているんですけれども、計算はとても面倒くさいです。計算 でも素晴らしいです。紙に書いてもうプログラミングを作っていたっていうのが、もう8歳の時だったっていうことですけども、そうなりますと、やっぱりもう本当にですね、本当飛び級でね、学生生活を送られたと思うんですけれども、ご自身の中で人生の転機になったことって何かありますか？他觉得非常的了不起哈，在纸上写程序，他觉得非常的不可思议哈。然后呢，就是您在整个成长的过程中呢，比如说你在学校有跳级，就是在学校呢是非常的出色的。那么在您的成长过程中，有没有一个就是转折点呢？有的，那就是在我14岁的时候，当时我是什么这边叫做中二，就是国中2年级啊，初二嘛。那这个时候，我去跟我的校长说，我不想要再到学校了，因为我发现有全球资讯网Wide Web 的出现，我可以直接跟研究人员一起做研究，不需要受到我的年纪或者是学历的限制。那我的校长这个非常的开明，就跟我说，那明天你就不用来了。那从那个时候开始，我就全部的时间都花在做研究。それはやっぱり14歳の時ですね。台湾の中2ですね。その時は私は校長先生に言いました。私はもう学校には来たくないです。というのは、私はもうすでにオンラインでいろんな人と研究ができます。年齢とは関係なく、いろんな研究が始まっているので、もう学校には来たくない。そしたら、その校長先生はとてもオープンな人なんですので、じゃああなたは明日から来なくていいよと言われました。その以降は私はもう自分の研究に専念してきました。なるほど。オードリーさんもすごいですけど、それを受け入れてくれた学校の先生もすごいですね。就是说他觉得你有这个想法已经非常的了不起了，有这么一个开明的校长也非常的了不起。是这样，我从那个时候开始就觉得体制里面的公务员呢，公教人员呢，是全世界最创新的一群人。这个信念我到现在还是保持着。そうですね。その時から今でもそう思ってるんですけれども、やっぱり学校の先生とかはやっぱり一番オープン的な方々だと思っています。でも本当にそういったいろんな考え方があって、そしてまた子どもたちを育ててくれるというね、教育っていうのも非常に大切なことだと思うんですけれども、オードリーさん、その時の研究は何をしてたんですか？的确是啊，就是因为教学，有教育者嘛，他们就是以这种开放的想法来，才能教育出很好的学生来。那么他想问一下，当时你是在做什么样的研究呢？
当时我研究的题目，也就是我今天研究的题目，我关心的是为什么人和人在网络上面能够非常快速的没有见过面就彼此相信，甚至一起开始做创作，或者是好像最好的朋友那样子的推心置腹，或者在网络上也会非常快速一言不合就彼此非常不信任。所以这个用英语来讲叫 Swift Trust。或 Swift Distrust， 那比起面对面的情况好像完全不同的人一样，为什么会这样呢？这就是我当时想研究的。Swift Trust， 应该怎么理解？快速的信任吗？加速信任，网络加速信任。快速信任和快速不信任是吗？对对，就是在网络上面特别容易一拍即合或一言不合。嗯，その時の研究は私今もやっているんですけれども、はい、人と人の間はどうしてそんなに早く信じ合うことができたのか、オンラインでどうしてそんなに簡単に友達になれるのか、その反対にどうしてすぐにまた敵になってしまうのか、そういう研究をしていました。素晴らしい。もう人間のいわゆるこの、ね、心の問題ですよね。也就是对人类的一种心灵的一种研究和探求了，是吗？可以这样说，这也就是为什么我现在都说数位 digital 是人跟人的连接，人跟人的互相关联、互相关心。那 IT 是机器跟机器连起来是不一样的。そうですね、確かに私今もそう思っているんです。デジタルは人と人とのつながりです、うん、その代わりにIT は機械と機械とのつながりです、うん、いや改めて本当に勉強になることが多いんですけども、オードリーさんが多くの若い人から支持される一つといたしまして、まあ、トランスジェンダーであるということをですね、公表なさった、非常に素晴らしいことだと思うんですけれども、これやっぱり非常にやっぱり勇気づけられた方、励まされた方も多いと思うんですね。ご自身がやっぱりこの発表をいたしましたというのはやっぱりどういった心境だったわけでしょうか。唐委员呢受到了很多年轻人的喜爱和支持。另外呢，就是您宣布自己是跨性别的，这也给很多的人呢带来了勇气和就是带来了很大的勇气。那么我们就想问一下，您自身在发表的时候是一种什么样的心境呢？嗯，就是分享我的个人的体验吧。我不会说我什么时候是怎么样的一个称呼或怎么样的一个标签，我会说我经历了这个，经历了那个。那好比像说，我会说我在十三四岁经历了第一次的青春期，而二十四五岁又经历了第二次的青春期，这样。私はやっぱり皆さんに言いたいのは、私はこの時は何でした、あの時は何でしたというのを言いたくないです。私は皆さんに知ってほしいのは私の体験です。例えば私は13歳と14歳の時は第一次の思春期を経験しました。そして24歳と25歳の時は第二次の思春期を経験しました。なるほど。それも含めてですね、そういったお話を伺えるっていうのは、ご自身がご自身の中でのやっぱり研究みたいなところっていうのはあるんでしょうか。那么就说，对于这些的话，你也对自身有一些这方面的分析和研究，是吗？我主要的想法就是这样，就是不论你是谁，那你经过的那一个青春期，我也大概多多少少经过过一些，所以我在脑里面就没有分别说，这个人类里面有一半的人跟我比较像，另外一半的人跟我比较不像，我会觉得大家都跟我有类似的体验。そうですね、私は自分の経験を通じてやっぱり誰に対してもこの人の経験したことは私も経験したことあります。だから全ての人に対してこの半分の人は私とは全然似ていないとか、残りの半分の人はよく似ているとか、そういうことがなくて、まあ、皆さんの経験したことは私も経験したことはあります。はい、これからですね、まあ、台湾の子どもたち、あるいは日本の子どもたちもそうなんですけれども、未来の子どもたちにこう望むことって、オードリーさん、何でしょうかね。
也就是说，以后呢，比如说小孩，不管是日本还是台湾的小孩，那他对于他们今后的话呢，会有一些什么样的期望呢？我想无论在台湾或者在日本，这一次的疫情都让我们看到，人类就是在一艘共同的太空船，也就是地球上。我们本来在分析事情的时候去区分呢、好比像说国家跟国家、政权跟政权中间的边界，但是在这种世界性的，不管是疫情啊，或者是网际网络的保存啊，或者是气候变迁啊等等的事情上面，人跟人之间应该要跨越掉这些国家跟国家，要直接的去连接，直接的去互相帮助。そうですね。まあ、日本でも台湾でも同じなんですけれども、今回のコロナの、ことを経験して、やっぱり分かったことは一つなんです。人類は一つ同じ船に乗っています。地球という船に乗っています。なので、わざわざ国とか政権とか分ける必要がないです。これからはもう本当に人と人のその境界線を乗り越えて、みんなで連結して、これからのいろんな問題、例えば気候の問題とか、まあ今回みたいなパンデミックのような問題でも一緒に解決していくべきだと思います。これからの時代はやはりこういったパンデミックのような前例のないといいますか、こういう全世界がこれまでになかったような恐怖に包まれるということが可能性としてはまだまだあるんでしょうかね。那么就是说，以后还会出现像现在经历的这种大流行，或者是我们从来没有经历过的恐怖的事情吗？我想病毒它会不断的变种啊，那就像我们在资讯领域，电脑病毒也是不断的推陈出新，所以就算只是传染性的疾病的这一件事情，就已经是会变成跟整个人类相处非常久的一段时间。那至于您提到说的其他的，好比像说气候的剧烈的变迁所造成的，像台湾碰到100年来是绝无仅有的大的旱灾，当然现在解除了啦，之类，那这些都是要整个人类一起来面对，一起来处理的。そうですね。パンデミックみたいな今まで の経験したことのない恐怖とか、そういうことは例えばウイルスだけでもこれからいろんな変異株が出てくるし、コンピューターでもウイルスもいろいろ変化していくんですね。はい、なのでそういう伝染病は確かにこれからも長く続けていくと思います。あとは気候の変動とかもこれから付き合っていかないといけないです。例えば台湾は最近は100年一度の大干ばつに遭いました。今はちょっと緩和したんですけれども、こういうことはやっぱり人類で一緒に解決していかなければならないです。そうですね。今こそ人類が一つになる時ではないかということを改めて感じるわけですけれども、今後ですね、オードリーさんはどういう方向に進んでいくんでしょうか？的确是像您说的，人类呢需要团结一致哈。那么我们想再问一下，就是唐委员今后有没有什么方向性呢？我想对我自己来讲，我就是持续的在公部门跟民间中间，我常常说叫做一个拉格朗日点哦 ，Lagrange point， 就是既不是说为政府工作，而不是为人民工作，而是和政府一起工作，和人民一起工作 ，with the people， 而不是 for the people。大概就是持续在这样子的一个点上。Lagrange point 是，您再说一遍。拉格朗日 Lagrange point。有一个日本的漫画叫《钢弹》，里面有出现过的一个在月球跟地球或地球跟太阳中间，双方的引力刚好平衡的一个点，所以它既不会绕这个转，也不会绕那个转。好的。そうですね。私は今と同じように、やっぱり政府と民間との間に行って、
ちょっと真ん中にいて、どっちの影響も受けずに、自由な状態で、圧力のゼロになっている状態で、私は政府のためにとか民間のために仕事をしているんじゃなくて、私は政府と一緒に民間と一緒に仕事をしているという感じです。共に歩んでいくという、でもその姿勢が本当にしっかりとしていらっしゃって、改めて感動いたしました。本日はお忙しいところありがとうございました。的确是像您说的，就是要跟大家一起走下去。我们呢，对于您说的这些呢，我们今天真的是受到了很大的感动。今天在百忙之中，非常的感谢您。非常谢谢，这一次的访问我觉得非常的深刻，那也很期待接下来不管是看东京奥运，还是之后可以实际的来日本，能够跟日本有更多的接触。最后也再次感谢日本赠送台湾疫苗的事情。そうですね、今回は今回のインタビューはとても意味深いと思います。これからも非常にいろいろ期待しています。例えばオリンピックを観戦するとか、実際に日本を訪問するとか、そういうとても期待しております。もう一度日本から のワクチンの寄贈にも感謝いたします。ありがとうございます。本当に、改めてね、今日いろいろ楽しいお話伺いましたし、ためになるお話伺いました。今度はリモートではなく、ぜひとも対面でお話できる日を楽しみにしております。的确是今天我们的交谈呢非常的愉快，而且呢我们也学到了很多的东西。我们也希望呢今后不管是直接的还是间接的吧，都希望能够再跟您见面。今天非常的感谢。非常感谢，也非常感谢口译的人员，非常的专业。啊，ありがとうございます。通訳の人にも感謝します。ありがとうございました。対面した時にどう思うか、またこれも研究の材料として一つお願いします。那么您来见面的时候，可以就说实际的考察一下，是不是的确是什么样子的，可以作为你的一个研究的项目。对于我来说。没有问题，没有问题。嗨，蒙代奈非常非常高兴，谢谢谢谢，谢谢，ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、OK です。ありがとうございました。谢谢谢谢。